今収まって9投スタートしました。好スタートを切りました2番ダノンエアスロック、逃げるかどうか。外に4番のサンライズジパング、このうちから1番銀座ターゲット、間に3番ロードレイナード、先段は固まっていますが2番ダノンエアズロック、このうちに1番銀座ターゲットが並びかけていって、前は2頭が並んでいます。3番手4番サンライズジパングが外、うちに3番ロードレイナード、4頭の後ろが4馬身がいて5番のピースヒロフェイス、さらには6番のマイネルガンナー、9番シトラール、8番ベアサクシード、3馬身開いて7番月が綺麗ですね、最高峰です。向こう上面の後半3コーナーへと向かっています。1番銀座ターゲット、この間に前に出ました、リード1馬身です。2番手に2番のダノンエアズロック、外に4番サンライズジパンクが3番手、残り 1000m を通過、1馬身差の4番手3番のロードレイナード、3馬身後ろ6番マイネルガンナー、5番ピースヒロヘイス、4馬身ぐらい開いて9番シトラール、あとは7番の月が綺麗ですね、8番ベアサクシードです。スタートからの 1000m を60秒9で追加して4コーナーへと向かっています。前は内に1番の銀座ターゲット、外に2番のダノンエアズロック、さらに外1馬身差の3番手4番サンライズジパンク、4コーナーカーブ直線コースに向かいました。前は1番の銀座ターゲット、2番ダノンエアズロックが並びました。残り400で2頭の競り合い、2馬身後ろ3番手4番のサンライズジパンク、後方からの追い上げは9番シトラールと、さらには5番のピースヒロフェイス、ここで2番のダノンエアズロック先頭、リード2馬身、シトラールとピースヒロフェイスが2番手争いになって、うち1番銀座ターゲット交代、4番サンライズジパンクは盛り返しを図っている。先頭は2番のダノンエアズロック、リードは2馬身、2番手はシトラールかピースヒロフェイスか、先頭は2番のダノンエアズロック、デビュー勝ちのゴール、2着争い最後まで接戦、外5番ピースヒロフェイス、内9番シトラール。